C 型肝炎ウイルスはフラビウイルスかヘパシウイルス属に属する RNA ウイルスで C 型肝炎の原因となる。抗ウイルス薬の登場により近年中の撲滅が期待されている。1989年にアメリカの経路ン者の研究グループによって比例型、ヒビー型肝炎患者から遺伝子断片が分離された。2020年10月5日、 C 型肝炎ウイルスの特定につながる発見をしたとして、ハーベイ・オルター、マイケル・ホートン、チャールズ・ライスが、ノーベル医学、生理学賞に選出された。ウイルス粒子は、外皮とコアタンパクの二重構造を持つ、直径35から65ナノメートルの、球状粒子であり、ゲノムとして9.5キロビットのプラス一本腐り、RNA を持つ。人を固有宿子とする。 一本サリア RNA は約3010のアミノ酸からなるポリプロテインをコードすることのできる読み取り枠を有しており、このポリプロテイン、つまり、線具体タンパクに細胞のシグナラーゼとウイルス自身のコードする2種類のプロテアーゼが作用、ウイルス粒子を形成する構造タンパク質とウイルス粒子に含まれない非構造タンパク質が産生される。また、ゲノムの後末端には、 ウイルスタンパクの翻訳調節に関与する領域が存在する。これは多様性の高いゲノム配列中にあり、ウイルスのクローン間で最もよく保存されているため、遺伝子検出に利用される。現在まで20種類以上の遺伝子型が発見されており、アメリカでは 1R 型が、ヨーロッパでは 1R 型と 3R 型が、日本では1ビット型が70%と多く、 続いてに R 型、二ビット型が多い。治療効果の観点から、日本において遺伝子型に対し、二種類の血清型で分類されている。このウイルスに感染すると、ほぼ確実に抗体が産生されるので、抗体検査は診断上重要である。ウイルスの電波は、輸血や医療関係者の張り差し事故などの血液を介したものの、及び性行為での感染による、中でも、 高齢配偶者間での感染が懸念されると指摘されている。HCV は肝細胞と一部のリンパ球を標的細胞とし、縮小の免疫機構やインターフェロンからエスケープして持続感染を引き起こす。また、細胞内の中性脂肪を利用して増殖しており、さらにウイルスのコアと呼ばれるタンパク質の働きで細胞内の中性脂肪が増加するという報告がある。 人が唯一の宿主であるが、実験的にチンパンジーに感染させることも可能である。C 型肝炎ウイルスは効率的な培養方法が確立していないため、ウシウイルス性ネリウイルスがモデルウイルスとして研究されている。感染は、グルコーストランスポーターの発現を抑制させ、糖の取り込み抑制を引き起こされる。グラッドに遺伝子の転写抑制は、 HCVNS5A による HNF-1α のライソソーム依存性分解が関与していると報告されている。C 型肝炎ウイルスに感染すると慢性肝炎に移行しやすい。肝臓以外の病変として、クリオグロブリン血症、膜性増殖性子宮体腎炎、万発性皮膚ポルフィリン症、シェーグレン症候群、慢性甲状性炎、悪性リンパ腫、 扁平対戦などを発症させる。また、新型糖尿病、糖脂質代謝異常、鉄代謝異常との合併が優位に多い。感染細胞や樹状細胞が産生するインターフェロンは HCV の排除に働き、さらに樹状細胞によって活性化された NK 細胞もウイルス排除に貢献することが知られているが、HCV は NS3 などにより、 インターフェロンのシグナル伝達を阻害するほか、E2 により NK 細胞の機能を低下させることで免疫系から免れ免れている。有効なワクチンはないが、抗ウイルス薬として2015年7月に承認されたレジパスビルの登場により、96から100%の人でウイルス除去が可能になった。ありがとうございます。